こちら東京秋葉原では任天堂の Wii をいち早く手に入れようと徹夜組を含め1000人以上の人たちが行列を作っています。この来たまま家から、はい、電車で家族全員がその家でゲームに触れるっていう機会が増えてですね、まあ、みんなの生活スタイルが変わればいいなぐらいな野心を持ってやってます。国内販売が始まりました。家電量販店は多くの徹夜組が行列を作り完売が相次ぎました。大きな社会問題となっているトヨタの大規模なリコール、アメリカの消費者のトヨタ離れが進んでいます。Tempers flare during a protest in Japan. 未知の領域だと思うんですけど、自分の体を動かして遊ぶっていうのがすごい楽しみです。Rockin' the Moomoo, hey, that's me. Rockin' the Moomoo, hey, that's me. Rockin' the Moomoo, hey, that's me.次世代ゲーム機 Wii が今日発売されました。都内の家電量販店では徹夜組を含む大勢のゲームファンが詰めかけ、午前中に完売となりました。一気にあっという間に落ちるんですよね。では続いて三田門賞です。